自分ためにも。 そう、もっと引っ張る。強く強く足動かす。そう、もっともっと。OK。 本当にさ、勝負ね。お、強っ。あ、強っ。あね。はい、ね、どっち。さっきの勝ち。じゃあ。福岡負けたんで、これで宿まで帰ります。無理。どうですか、先輩たちは元気ですか。はい、めっちゃ元気ですね。こんなにずっとこんな感じです、オフも。今初めて。でも高校のトレーニングだったんだけど、結構マジ。急にマジ。面白いね。オフも主にぎやかです。お水持って帰ってください。お願いします。こんにちは。試合間近じゃないっていうのもあると思うけど、まあ、今は普通にワクワクの方が大きくて、まあ、ワールドカップで見てて自分もやりたいって思って、そこからまあ1年経って、まあ、自分もその舞台に立てるっていうのは楽しみです。1、2年前ではそのなんか夢のような選手たちと今一緒にプレーできているのが本当楽しいし、毎日なんて学び
のあるなんか練習をしているな、していて、なんていうんだろう、楽しいって感じです。19と自分18です。オリンピックテレビで見るっていうのはあんまないかったけど、東京オリンピックの時は、まあ、意外と見てたかなって、どの競技も。いやけどなでしこが準優勝したのは結構覚えてる。2011年2012年のなでしこが一番覚えてるっていうか、うん、いやそれはだいぶ大きかったと思います。なでしこの影響に、その最後まで諦めないっていうところは大前提として、その中で自分の良さをこの世界の舞台でも出していきたいなっていうふうに思ってるし、結果がその次の未来の子どもたちにすごく影響すると思うので、本当結果にこだわってやっていきたいなっていうふうに思います。自分もやっぱ責任持ってその日本のために戦うっていうのは、まあ、そうですけど、まあ、まだ自分ら若手なんで、まあ、そこになんか気取られすぎて、まあ、自分のプレーができなくなるっていうよりかは、もっとなんか思い切ってプレーした方がまあいいかなっていうのは個人的に思ってるんで、なんかもう全力出してやれることをやれば、まあいい結果につながるんじゃないかなって思います。バイバイ。あ、これじゃないですか。あ、じゃあってやって、もうこっちに行って、自分は同時にこっちに、で最後はこっちに、せーの、メルシー、メルシー。サバ、サバって何？はい、じゃあ行きますよ。もう笑顔だけで、笑顔だけで、はい、笑ってください。撮ってます、はい、撮ってます。皆さんいかがですか？あ、もう撮ってます、はい、まだ撮ってます。よし、お疲れ様でした。スコア的にはね、いちいちでここでやれることやれたこととか、いろいろやれたこととか課題とかもあるかもしれないけども、やっぱり勝負のギリギリのところ、ね、この1対1を勝ちにするだとか、最後まで粘りだとか、そういったもう勝負っていうのはギリギリのところだ。当たり前だけど、もうどのレベル行っても楽に勝てる試合はないし、本当にギリギリのことをやってやって、それでどっちかになる世界にここから行くんでね、みんなでまた整えて、なんとか頑張りましょう。 OK。まあ、本当オリンピックに向けて最後の調整っていうことで1-1っていう結果にはなりましたけど、まあチームとしても個人としてもそのチャレンジのところはできましたし、もっと積み上げるところっていうのも見えてきたんで、あの初戦に向けていい準備していきたいなっていうふうに思います。まあ本当連戦になってきて、中2日でのタイトなスケジュールになってくる分、やっぱりその総力戦というか、
まあ、18人プラス4人のメンバーっていうのでどう戦っていくかっていうのは、まあ、チームとしてすごく大事になってくると思うんで、まあ、ハードですけどやっぱり勢い乗れたら絶対いい結果がついてくると思うんで、まず初戦に向けてあのチーム全員でいい準備できたらいいなと思います。こっちもめっちゃ違うから。あのさ、リュックもここ置けばさ、こうなるからさ、普通に。これなんかでも、はなちゃんもここ乗った瞬間に、さきちゃんこういうの乗ったことあるの聞いてきましたけどね。違う当たり前だろっつって。当たり前なんだけどさ、まあいるじゃん。でもこれ一等席だから、あのいい席だ、いいやつだよ。あ、そういうこと？快適。電車快適快適まさかのうちらは、まあ、うちはまっすぐだったからあっという間だったね。みんな美味しいの食べてて。味噌スープ。早速にしたの。やばー。まあ、早速に行けよ。ここ日本かも。いや日本感じてる。ここ日本かもしれない。やばい。味噌汁上がる。最高っす。美味しすぎる。ちょっと言葉も出ない。美味しすぎて。いいね、そんなこと。ゲット、ゲット、ゲット、ゲット。うわゲットしてきた。最高。匂いにやられた。やばいっすね。惚れた。まあ、パリ入って、まあ、なんと向かって、いやもういよいよだなっていうところはありますし、本当にあとね数日で初戦迎えるっていう、まあ、意味でも、そうですね、まあ、フランスに入って、まあ、いよいよだなっていう気持ちも結構ありましたけど、なんかさらにいよいよだなっていうところは、まあ、すごく感じますね。その緊張とかプレッシャーでおじけづくような子は10代2人含め若い子でも今このチームにいないのかなとは私結構思ってるんですけど、まあ、それぐらいたくましいなとも思ってるし、だけど本当にあの伸び伸び好きなようにやれるの今だと思うから、いや本当にやってほしいし、やっぱそれを促せる子年長者でありたいというかと思ってるんで、
本当にいかにやっぱ若い子たちが伸び伸び自分のやりたいことをこうやれるように、もちろんその中に、まあ、もちろん規律もあってチームとしてっていうところは大前提ですけど、チームのためになるのならやっぱその自分の能力っていうのをやっぱ選ばれてきてるですし、もう年関係ないと思うから、まあ、そういったところを最大限発揮できるようなこう雰囲気だったり、チームとしてやっていきたいなと思ってます。まあ、これはでも正直18歳の子たちだけじゃなく、まあ、全員がそうやってできるような、まあ、チームでありたいとは思ってますけど、あの東京の時よりももっとこうみんなが、もちろんその時も私はそういうチームを目指していたし、その今と大きな差はないです。自分のやってることにこうチーム作るにあたって大きなことはないけど、あの時よりもあの一人一人がこう発言する場だったり、できる雰囲気はできてるのかなとは思ってて、そういった意味では、まあ、少しずつこう目指しているものに、まあ、近づけてるのかなとは思ってますけど、まあ、目指すところは金メダルで、本当にやっぱり目に見える結果というか、やっぱなでしこジャパンは何かをつかむ必要があると思うし、でやっぱそれがもたらす反響というか、正直期待しかできないんで、あのいい意味で、なんでやっぱもうそこ、やっぱメダル取れたらそこでにもたらすこう女子サッカーの未来というか全然違ったものになってくるので、いやそのためにも取りたいし取らなきゃいけないしっていうところはありますね。チャンスは必ずあると思ってて、ただその簡単じゃないのも分かるし、ただそのポテンシャルという意味では確実にやっぱ自分たちも持ってるものはあると思うから、本当にそれをこうやっぱ大会前の準備からもちろんですけど、大会入ってからも運と、まあ、勢いと、まあ、いろんなものを引き寄せながら成長してこう前に進んでいきたいなと思ってます。